ホタルカミキリで新しかは、カミキリムシの一種。小柄なカミキリムシで全胸が赤い。体長8から10ミリメートルほどの小柄なカミキリムシ。全胸が、円以外は、半透明な缶のある赤色で、前紙は黒い色で、金属的な光沢があり、それ以外の部分は黒だが、覆面に短くて、細かい白い毛が密生している。頭部には、素大な天国があり。 小中線のくぼみは前頭で溝のようになっている。腹眼は大きい。触角は体長よりはるかに短く、オスで前肢の中ほどに達する程度しかない。基部と先端の節以外の節では末端がやや膨らんでいる。また、第三節が最も長くて、第四節の約2倍あり、その先の節は次第に短縮する。前胸は、 長さが幅よりやや大きく、両側は丸くなっている。背面はやや盛り上がり、その表面には天国が並んだ網目模様がある。前紙は腹背に扁平で、閉じた状態では左右がほぼ平行になっている。しかし先端で急に狭くなり、その先はえぐうり取られたような形となっており、その両端で鋭く尖る。 ふわしは、後ろのものほど長く、また、桃節は先端に向かって膨らんだ、こんぼ状をしており、また光沢がある。長さは短く、第三脚の桃節は、前肢の後端にも届かない。ちなみに、石井他では本種を、カレン種と称している。成虫は4から7月に出現し、色葉もみじや栗、小米うつぎなどの花に集まる。また、ネムの木の衰弱木や枯れ木に集まり、 これは午後のことが多い。幼虫はネムの木の枯れ木の樹皮下を食い、成長は早く約3ヶ月ほどで成長して、さなぎとなる。さなぎになる際は、石灰質様の物質で壁を固めたさなぎ質を作る。秋には浮かして、成虫となる。北海道から九州までと周辺の離島に分布するが、南西諸島や津島からは知られていない。国外では、朝鮮。 テジュ島、中国、ラオスから知られる。ごくポピュラーな種であったが、丘陵地の雑木林の衰退とともに、どこででも見られる種でなくなってきた、との表がある。本種の所属するホタルカミキリ族には10種ほどが記録されており、主にアジアの大陸域に分布し、日本には本種のみが知られている。以下、種として、石井ほか、P1235、シイホカ編。 P76 以下、主として鈴木、P51 鈴木、P51、大林、新里編長、P463、大林、新里編長、P463、ありがとうございます。